頭に葉っぱを乗せて痩せたい。私はこれで痩せるんや。せーの、ドロン。って、あれ、何も起こってない。今回も失敗したか。そんなうまい話なかった。皆さんこんにちは、カノンチャンネルのせーの、カノンです。マイクが壊れていたという事実を発見してピンを決め込んでいるんですが、毎年ダイエットを言い続けて早何年、頭に葉っぱを置いて変身したってダメだったということで、今年はダイエットしてみたいと思います。わーい、何回目ー。でも今回のは人生で初めてのダイエット方法になります。やり方は前から気になってたダイエット漢方ってやつ。サプリメントとお薬の真ん中にある漢方なら続くんじゃなかろうかと思ってやってみたいというふうに思っております。まあ実際にやるけど効果なかったらちゃんと正直に報告します。うん、まあそのための私がみんなの人柱になるって感じやけども、ルールは簡単。1日2回ご飯の30分から1時間前に食欲を抑える漢方を服用、こうして寝る前にデトックス効果のある漢方を飲む、水を 1.5 リッターから2リットル飲む、1日な。ほんで1日30分の筋トレや運動をする。まあできん日もあるやろうから最低週に3回は絶対にやるという。ほんで炭水化物を減らすのが基本、そして肉や魚をよく食べる。これらの6つのルールでやっていきたいと思います。引っ越しが落ち着いた1週間以内にはダイエット始めていきたいと思います。それでは行きましょう。シュッ。ということで今から恐怖の体重計に乗ろうと思います。これが始まりの体重だ。うわー、 52.60。 あ、見えてない見えてない、やばいやばいやばい。これまあまあなプッチョがあるやな。っていうかね、まあ今までの私の最高体重は55キロやから、最高体重よりかはまあまだマシやんか。まあこれ1ヶ月に4キロから5キロ痩せたいっていうふうに思ってるから、 48.60 になればいいんや。まあ、ちょっと頑張って運動するけどさ。それで、まあ、痩せるかっていうのかはもう正直言って分からん今のところ。やけど騙されたと思ってやってみるしかない。もうやります。韓国語全く読めん。ここに切り口があって、おー、あ、いたいた、うん、おー、漢方って感じがする。別に臭いとかいう意味じゃないんやけど、ちょっと若干見えるやん。あ、出てきた出てきた。なるほど、効果とかよくわからんけどな、とりあえず飲んでいくしかないかな。まあ、漢方自体すごくちっちゃくて飲みやすいと思います。なんかパッケージも薬とか漢方飲んでるって感じが全くせんな。逆に可愛すぎて効果あるんかなって正直思うけど、まあ、それはまだわからんしな。でもこれちゃんと病院が出してくれてて、これ始める前にいろいろカウンセリングが LINE であるんやけれども、その LINE でその人に合った分量だとかいろいろ決めてくれたわ。それもちゃんと医者が処方してくれとるみたい。すごいやっちゃな。うん、毎晩今飲んでいるデトックス飲んでいきたいと思います。あのね、これは飲んだ次の日からもう体感できるのが毒素を出してるっていう風に言ってるだけあって、それが次の日に感じられる。まあこれね、あれだからな、なんかサプリメントじゃなくて漢方やからね。まあ効かん方が逆におかしいって言ったらそうかもしれんけどな。ってことでこの袋の中で言うと、これ潰していくとこんだけみっちり入っております。一回で飲める人は多分いないと思うんだけど、私はめちゃくちゃ少量にして飲んでます。こんな感じで、うん、ってことで今全部飲み終えました。今私、まあ、見たまま今お風呂上がりなんだけどさ、雑いな。なんかこれが私のいつものスタンダードだからさ、特に何も思わなかったんだけどね、こうやってなんか動画で映してるとさ、その雑さがよくわかる。で、2番目に分かったのが、私の場合ね、食欲を抑えるというよりかは、これの方が、なんか今のところ効果をすごく感じてる。本当に素直に感じてることで言うと、なんかね、ニキビがね、できにくくなったと思う。もう最近ニキビマジでひどすぎ。もしかしたらそれは、ファンデーションをしていないことで、っていうのも正直あるかもしれん。けども、肌が綺麗になってる。今さ、1ヶ月だけっていう感じで今飲んでるけど、リピートしたいってマジで思う。じゃあ今から編集始めます。すごいです。漢方飲み始めてからお通じがすごく良くてびっくりですし、食欲が抑えられてる感じがします。ただ昨日ケーキを食べました、すみません。そして昨日から30分ジョギングに行きました。このまま痩せるぞって感じです。よろしくお願いします。そうでしたか、とっても嬉しいです。ケーキもあまり負担に思われず、チートデイとして全然楽しんでください。ということで
前の体重測ってから1週間経ちました。見て、私の何も眉毛描いてなかったら、勇ましいこの眉毛見てくれ。これちょっとなんかすごい途切れてない？もういつもここ途切れてる。なんで？めっちゃ勇ましいな。ちなみに聞いて、体重測るのはいつも同じ時間に測った方がいいみたいで、それはお風呂上がりだとか朝起きた後とかなんかいろいろあるみたいなんやけれども、なんかとりあえず統一した方がいいみたいなね。私は朝起きてトイレを行った後に体重計に乗るようにしてます。体重計乗る前にまずこの1週間ちょっと振り返ってみようと思うんやけれども、運動の強度を上げすぎると続かんからさ、で続かんくなったらあんま良くないからっていうので、この1週間だったら3回運動したんやけれども、3回のうち1回を歩いた。で、3回のうち2回をジョギング。といってもね、ウォーキングとジョギングの狭間ぐらいやから、むっちゃゆっくりって感じやけどな。うん。そんな感じで、どうなるか分からんけれども。でもね、嫌な気持ちなく続けられてるっていうのが、今んところの感想かもしれん。ほんじゃ、乗ってるから。よし。よし。恐怖の。おー、怖い。減ってるかな、ちゃんと。よし。減ってる。はい、ちょっとこれまた見んか。 51.20。 うおー、減ってるやん。ちゃんともう約1キロ痩せました。1週間で。ぶっちゃけた話、1週間で1キロって誤差なんよ。誤差、なんか水分が抜けただけでも1キロ痩せたって風になるから、本当にこれが漢方で痩せたのかっていうのかは正直まだ分からん。でもこれで本当にちょっと続けてみて、2週目3週目どうなるやろうかっていうのはちょっと正直あるけど、残りの3週もちょっとどうなるのか不安なところもあるけれども、今日からもまたやっていきたいと思います。まだ始めたばかりなので、体重動向より肌荒れ改善が個人的に一番嬉しいです、今のところですが。はい、おはようございます。今ですね、時間にして朝の6時ぐらい。朝食食べるときと食べんときが私あるんやけれども、だいたい食べるときは8時ぐらいとか9時とかかな。今このうちにちょっと飲んでおこうと思います。これやら、あーやばいやろ。ちなみにこれね、確かに食欲がめちゃくちゃ減った。こういう定食があったら全部食べてお腹いっぱいになるぐらいやったけども、今この半分も食べてない状況で腹8分目ぐらい。その時の体のコンディションなのか、例えば生理前とかにも左右されるのか分からんけれども、これに至ってはお腹全然空かない時と、でもなんかやっぱお腹空くなっていう時もあったりする。あ、でもお腹空く時って言ったら運動とか何かしら体を動かした時とかやから、まあ、そういう時はちゃんとお腹すくやなみたいな。当たり前か。はい、おお、 50.50。 おお、これむちゃくちゃ関係ないけど、公園周辺をジョギングしてたら見つけたこのセミたち見て、羽化した後ってこんな緑なんやってふうに思ったし、セミの抜け殻が歩いてると思ってよく見たら幼虫でした。まあ、これの効能自体、これね、まあ1から5段階まであって、数字が上がっていけば上がっていくほど食欲を抑える効果っていうのが上がっていくんや。何でも飲んだりとかして慣らさせていくごとに数字の段階とか上げていくそうや。朝になりました。トゥルー、いつもこの角度全然見えないな。こっちか。いきます。うわー、マジ 49.05。 ちょっとすげー。うん、そういえば、私今まで朝に加糖のヨーグルト食べてきたんですけれども、そっちの方がお腹すかんから。でも漢方飲んでから砂糖不使用にしても全然お腹すかんくなった。これマジ。それまでむしろ砂糖不使用食べたことなかったからね。うん、おいしょ。たまに飲み忘れるけど、飲み忘れるんかいみたいな。心なしかなんか顔周りもすっきりした気がする。髪も結んどるからかもしれんけど、もう意地でも運動行ってるんだけどね。週3は最低、最低週3とか言うから週3しか行ってないんだけど、むしろやけど、これを運動せずに食べずに痩せるっていうだけやってると、ダイエットにはいいかもしれんけれども、体重痩せるっていう意味でもね、だけど不健康に痩せてしまうことになりかねないかなっていうのは正直思った。まあウォーキングでも全然いいっていう風に書いてあったから、これをやったら絶対に運動はした方がいいなっていうのはすごく思うね。うん、20億を進展しとる。
おはようございます。最終日でございます。いやー怖い。でもここまで順調やから、よし。マジで、今でもにわか信じられない、その4キロ痩せたっていうのが。ていうかまずね、1ヶ月置いての報告なんだけども、肌がねどれだけ綺麗になったかっていうと、ニキビ跡かなっていう跡が残ってると思うんだけど、まだ赤いニキビはあるけど、こっちもねこんな感じ、こっちすごいマシやろ。新しいニキビが出てこなくなったから、悩むことがなくなったっていうのはなんかめちゃくちゃ嬉しい。肌を綺麗にするためにいろいろ私やったけれども、全部それって外的なもので、内面的に何か服用してデトックス的な意味で綺麗にするっていうのをやってなかったから、これはすごく効果あったと思う。まず肌の手においてね。で、2つ目の報告が食生活が変わった。運動してない時ってジャンクフードとかお菓子とか食べたくなるんだけれども、運動したらそういったの一切いらんくなって、ヨーグルトとかフルーツ、野菜、サラダとか、自分の力だけで痩せようとすると、それこそちょっと食を抑えなきゃなんていうなんか辛い思いがあったりなんかしたら多分続かなかったと思うけど、漢方があったから無理なくなんか制限したっていう感じもせずに続けられたっていうのもあるし、ケーキ食べたって言っても怒られんからね。むしろちゃんと3食しっかり食べて、たまにおやつ食べてもええけど、まあおやつ食べるんやったらこういうのがあるよ感じだから、あの体と心に負担がかからないダイエットとしては、まああとはね、 LINE でね、日本人スタッフさんが対応してくれて、いろいろ返してくれたりとかっていうのもすごくダイエットを続ける励みになったし、2ヶ月目私リピートしたんやけど、早速まずね、箱がピカピカピンクになってた黄色から。でこの1ヶ月の報告を院長先生にした時に、3をね処方してもらいました。ということで、ダイエット成功。